校内を西望生瀬駅は兵庫県西宮市、生瀬町一丁目にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG57、アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。開業時の有馬口の駅名の通り、当初は有馬への中継地点として栄えた。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。鉄筋コンクリート作り平屋建ての駅舎とトイレは、南の一番乗り場側にあり、反対側の二番乗り場へは、もともとは地下道のみであったが2015年にエレベーターが新たに設けらればリアフリー化された。駅舎には緑の窓口のほか、自動券売機や自動改札機が設置されており、移行化が利用可能。 IC カード用の入金機が改札内にある。JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅で宝塚駅の管理下にある。かつては向こう側で取れた鮎を使った駅弁が淡路屋によって販売されていたが、戦後に神戸駅に再移転し、現在は販売されていない。福知山線の電化前は、 現在地よりも向こう側よりのやや低い弾球面に線路が敷かれており、やや宝塚かかとに一面二線の島式ホームが設けられていた。急線の跡地は温室栽培などに活用されていたが、現在では線路跡が垣間見られるのみである。駅スタンプは当駅のものに加えて武田尾駅のものも置かれている。このほか2009年1月には改札口横に、 AED が設置された。日中は上下とも、区間快速が毎時4本発着する。兵庫県統計所と西宮市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は1734人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。南側一帯は住宅地となっているが、その一部はウィルキンソン宝塚工場跡であり。 その後マンションと建設されて記念館が建てられている。上り線ホームの土手には桜並木が植樹されている。当駅から武田尾駅にかけての急線跡はハイキングコースとして整備されている。コースの入り口は当駅から西に約 1km ほどの距離にある。ハイキングコース出発地点にはトイレがあるが、コースの途中には自動販売機やトイレはなく、また、 ところどころあるトンネルでは照明はないため、懐中電灯などを持参する必要がある。北西にある、西宝橋の南詰めに阪急バスありません。東側の生瀬橋東詰めに阪急バス、長尾山霊園線が発着している。ABCDEFGHIJKLMN、兵庫の鉄道全域 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日。 105ページ。ISBN 9長7843億4300万6028。ABCDEFGHIJ 曽根悟る週刊歴史で巡る鉄道全路線国鉄 JR44 号福知山線万丹線加古川線姫新線朝日新聞出版文冊百貨編集部朝日新聞出版週刊朝日百貨 2010年5月30日、10から11ページ。停車場解消、官八1899年3月29日、AB、新駅舎の使用開始福知山線、生瀬駅。交通新聞、P1、移行かいよいよデビュー。平成15年11月1日より、サービス開始いたします西日本、旅客鉄道プレスリリース2003年8月30日、AB、B 週刊 JR 全駅、全車両基地34号は長崎駅、武田駅、和田山駅ほか89駅、朝日新聞出版、週刊朝日百貨、2013年4月7日、22ページ。兵庫県統計書西宮市統計書 JR、福知山線、生瀬、西宮ラジオ武田を配線時期マップ西宮市、ホームページ、2019年4月21日閲覧。 ありがとうございます。